ピナリアテンスアニバーサリーラジオ揃いました。やった。揃いましたね。ということで始まりました。はい、ビナリアテンスアニバーサリーラジオ。私がビナリアの柳凪と、はい、私がビナリアのアナベルです。わいやー、ラジオどのぐらいぶりだろう、ビナリアで。なんか調べたところ、うん、結成2周年の時に一度やったと。8年いう情報がありました。全く記憶になかったんですけど、ないです、ね、私もないですどうやらやってたみたいですが、それ以来ということで、はい、10年経ってしまいましたね。8年間分の8年間分のもろもろがね、話し尽くしますか。尽くしましょう。今日は振り返りながらね、いろいろ、はい、今回記念のラジオということでお便りを募集しまして、はい、たくさん、ね、来ましたね、送っていただいたので、だからね、紹介しつつお話ししていきましょうか。はい、ということでですね、5つ目、お名前がタカさん。ビナリア10周年おめでとうございます。ありがとうございます。ビナリアの曲はいつも素敵で、初めて聴いた時から好きになりました。中でも双子のダイアログは夜に聴くととても癒される大好きな曲です。これからもビナリアの皆さんの活躍を楽しみにしています。一つ質問があるのですが、ビナリアが結成されたきっかけは何でしょうか。とても気になりますね。ありがとうございます。確かに最近というか、ビナリアを新しく知ってくださった方はどういう流れで、うん、そうだよね、全然知らないですね。私とね、ベルちゃんがどういう出会いをしてうん、うん、今に至るか、うん、分かんないですよね。そう、これは何年前のことですか。ですね、なんとですね10年前のことなんです、ね。まあそうですよね、結成10周年ですからね。でも結成2005年、出会いはそのちょっと前なんだよね。2006、あでも結成2006、同じ年かかで、2007に 初 CD を出したんだ。出したから、うんうん、結成自体は出会いの年。そう、これはね、うん、私が柳凪ちゃんのファンだったんですよ。ご存知かもしれませんがM3 という音楽系の、ね、うんうん、イベントがありまして、まあ、そこで私が、あ、M3 だっけ？いや、その前の冬コミか、冬コミだから夏コミだった、夏コミか、コミケの時か、初めてね、初めて私が CD を出した、うんうん、そうそう、自主制作を出した時に買いに来てくれたんですよ、そう、エルちゃんが。その時は、そう、恥ずかしくて何も言わずに普通にこう CD を買って帰ったそうそう、なんかあっていう感じで何も言えずに、買いに来てくれ、何ですとも言えずに買って帰った、ね、私もね、ありがとうございますっていうか、ね、普通に対応してたら後日メールを、あれ M3 の後じゃなかったか、 M3 な、それが M3 なのか、そう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 、うん、M3、 そうだよね、うん、M3 別のサークルで凪ちゃんが、うん、が参加してた時だ、うん、そうだそうだ、なんですすごい気持ち悪い帽子を深くかぶってて不審者じゃんそう、それでメールもらって、うんうん、なんかね、感想とかもらって、で、なんかその時に私もちょっと音楽やってるんですよ、ね、うんうん、ことをベルちゃん書いてて、うんうん、まあ、そうなんですね、なんか、じゃあいつか一緒にやれたらいいですね、みたいな話で盛り上がって、そうそう、で、なぎちゃんがじゃあ私になんかスペイン語で作詞してくれませんか、うん、じゃあ私曲書いてもらえませんか、うん、じゃあ一緒にやりませんかってなったのがきっかけだね、そうそう、それでじゃあユニットとして活動しようよっていうことでね、だんだん規模が大きくなりの、そうね、いろんな人を巻き込みの10年経ちのですよそれが結成秘話でございました、うん、そんな感じですね。早いですね、10年経つのは。もう一つお便りを紹介しましょうか、うん、はい、お名前なすびさんからのお便りです、うん、ビナリアの皆さん10周年おめでとうございます。ありがとうございます。思い起こせばビナリアと出会ったのは中学生の頃、ブレータ・フォルマが私の初めましてでした中学生中学生って聞くと震えちゃいますね、ちょっと ね、まだメールアドレスの作り方すらわからない同人 CD が一般の CD と同じようにいつでも市場に出回るだろうと考えていたパソ
本初心者がたまたま見つけたサイさんのイラストに目を引かれ、視聴で長尾義久さんのメロディーに引き込まれ、アナベルさんと柳凪さんの歌声に惚れ、これは必ず買わなければと購入したのを覚えています。その場面が今でもありありと思い出せるほど、ミナリアが作る世界に引き込まれて今でも抜け出せずにいます。皆様それぞれの仕事があってお忙しいとは思いますが、いつまでも素晴らしい音楽を作り続けてください。いつまでもついていく所存であります。長々と失礼しました。皆様が作りたいものが誰かの手に渡って愛され続かまなんですように。はい、頼みますように。愛され続けますように。そうそうそうなんですよね。中学生っていうのにびっくりしてね、ちょっとそこで思考が停止した停止したけれども、なそうそう、このね、結成してすぐの頃すごい頑張ってたんですよ。ね、毎回イベントごとにね、CD 出してましたからね。今手元に CD ありますけれども、まだね、あの手焼きで、そう、手焼きで作ってたんですよ、この紙ジャケット、ジャケットもね、手織りで、私たちがオリオリして、CD をセットして、で それでこう透明の袋に入れるまで、さながら生産工場でしたよね。だんだん、ね、紙ジャケ職人みたいな、ね、もう見ないで折れる、見ないでなんか何かしながら折れるみたいななってたよね。そのスキル生かされてないね、生かされてないね、この職はないねないね、これね、そうね、こうこの人はナスビーさんは、イラストに目を引かれたと、いうことなんですけど、そう、うちにはね、ビジュアル担当、ビジュアルワークね、担当のサイさんがいますよ、サイ先生が、ご紹介したならば、ここでゲストを呼ぼうじゃないでしょ、呼びましょう噛みすぎそうそう、それでね、そう、もう一人、ビナリアでアレンジを担当してくれてます、はい、長尾義久さんです。いや、我慢しました自己紹介をお願いします、ビナリアで楽曲の主にアレンジをメインにやってます長尾義久です。よろしくお願いします。お願いします。そしてめんちゃんから紹介してもらいましょう。はい、ビナリアのビジュアルワークス担当のサイさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ビジュアルワーク担当しているサイと言います。サイさんはね、ちょっとね、声が小さめなので、もちろん前に来るという張っていきます元気出してそうそう、そんなね、お二人がいてですよ、はい、4人揃ってビナリア喋、れるねということでね、そうそう、結構その、いろんなきっかけがみんなあるみたいで、ビナリアの音楽聴いてくれてる人、この、もう一つちょっとお便りがあるんですけど、青さんっていう方は、ビナリアとの出会いは偶然でした、お店でひときわ美しいアラハのジャケットを見つけた私は、名も知らない CD の購入でも迷いはありませんでした、どんな曲が聴けるのだろうという期待と不安はすぐに弾き慣れた曲調により驚きと嬉しさに変わりました。メンバーに空色絵本やレフィオでおなじみの長尾さんとミュウさんの名を見つけました。アナベルさんと柳凪さんはその時初めて知りましたが、もちろんすぐ大好きになりました、というようなね、そう、いろんなね、こう、ビジュアルから入ってくれたりとか、いろんな方がいるようですね。そうですよね、その頃私たちまだ活動ほとんどやってなかったから、そうなんですよ ね、そんなに表だった活動はなくて、本当にマイペースでやってた時期だったんで、やっぱイベントとかお店とかでね、ジャケットのインパクトで手に取ってもらえることが多かった、サイ先生には頭が上がらないですね、まあ、これ確かにジャケ買いしたくなる、10年経った今見てもね、やっぱすごい綺麗、そう、本人的にはなんかさっきね、はみ出し線があったけど、それでもね、やっぱインパクトはやっぱありますよ、先生のね、そんなね、4人が揃ったところで、まあ、ちょっとその10年間の
思い出、うんうんうん、歩みみたいな、うんうん、そうだね、そういうの語って、ね、そう語りながらね、ごめんね、せっかく集まったら乾杯、うん、あ、そうだそうだ、乾杯しましょうか。はい、じゃあ10周年おめでとうございます。近いマイクがキーンってなった。うん、うん、あ、美味しい、めっちゃ美味しい。ありがたいですね。ありがたい、ありがたい、ありがたい。そんな読んで振り返っていきましょうか。振り返っていきましょう、はい、うん、まずはじゃあメールを読んで早速いただきますかね、うん、はい、お名前さんからのメールです。ミナレの皆さん、こんにちは。こんにちは。10周年おめでとうございます。今回ラジオされるとのことで、今から配信を心待ちにしています、うん、自分がビナリアに関して心に残っていることは、2010年のビナリアプラネタリウムライブ月と時間泥棒です。サイさんのプラライブペインティングを見てスラスラと描かれていく様子に見とれたり、ライブ用にアレンジされたくすまると、これ読めてほしいな。スマルト、いや、ライブ用に書き下ろされた月と時間泥棒を聞いて長尾さんに惚れ直したり、なぎさんとベルさんが1台のピアノで仲良くソニドを演奏したり、大好きな花の名前をメドレーの一番最初に組み込んでくださったりと、本当に満足度の高いライブでした。なぎさんとベルさんのお二人はラジオやライブなどでお話されているのを聞いているといつもとても癒されるのですが、どうしちゃった感情を失ったの。急にされるのですが、はい、当時のライブは初々しくいい感じにぐだっていて、とても楽しかったのが5年以上経っていた。お酒がね、そうだね、飲んでたった今でも記憶に残っています。当時ライブ T シャツも部屋着として愛用しています。こ、うん、はい、んなお便りいただきました。ありがとうございます。ライブが2010年ですか。もう6年前ってことですね。これは早いですね。ありましたね、月と時間泥棒。時間泥棒やりましたね。ファーストライブって言ってファーストライブしかやってないんです。そうですよ、これがね、最初で最後。まだこれからがあるから。でも来たこと、来れなかった方たくさんいたんですけど、そうですね、うん、まあ、内容としてはプラネタリウムを、うん、貸し切りして、貸し切り でそこに星を投影しながら、ライブをやったり、うん、トークをしたりっていう、うん、ちょっとクイズとかもこの時やったんでしたっけ。やったのはイベントの時か、うんうん、ライブはトークと、うん、ライブだけか。そうですね、やりました。うん、やりましたね。このライブはすごい手作り感あふれてた、ね、うん、スタッフもお友達とかにお願いしてて、みんなよくその説はお世話になりますね。ミュウさんとかにもね、曲書き下ろしてもらったりして。あ、そう書き下ろしてもらいましたよ、うん、何が一番思い出されますか。このライブは長尾さんの焦り顔です。あ、そうだ。パソコンで ね音源を流してたんだけど、パソコンってね、やっぱトラブルが、熱暴走して落ちちゃった、そう、うん、止まっちゃった、ね、復帰をする時の長尾さんの顔が、もうね、この世の終始ね、自分もね、演じようと思ってたのに、さすがに素に戻りましたよね、あの瞬間さーって朝もね、うん、まあでも、そのトラブルも乗り越えてね、うん、しかもその2回公演あったんですけど、そうどっちか一つの人しかその焦り顔を見れなかったっていうね、うん、お得感もなかなかレアなね、長尾さんのそうですさーっていう顔。須貝先生は私はやっぱりライブ公演をした時の緊張感もあったから、うんうん、そうだよね、だって、うん、なんか壁っていうよりちょっと球体になってるからね、半球感、ね、うん、そこに映像を映しながら描いたんです、うん、曲に合わせてっていう難しかった、時間最後を合わせるのがちょっと、うん、あ、そっか、曲に、そうだよね、そう、曲にね、合わせて描いてて、みんなあれで生で描いてるってすぐ分かんなかったよね、きっとね、分かんなくて拍手が来なくて、うん、私たちが煽ったよ終わり、これ生で描いてる演者が煽ってるあったね
次のお便りいきますか。はい、うん、はい、お名前が秋野もなかさん。ビナーリアの皆様10周年おめでとうございます。ありがとうございます。久々のビナリアでのラジオ配信もとっても嬉しいです。ビナリアと聞いて私が思い出すことは2つあります。1つ目は夏の大抽選会で見事ホルマが当たったことです。私はその当時ベストアルバムのソニードしか持っておらず、他の CD も欲しかったのですが、すでに入手困難な状況で諦めていました。苦渋がないので軽い気持ちで応募しただけに当たった時は本当に嬉しかったですという。そう、2つ目はね、ライブに行けたことっていうのを書いてくださってて、うん、先ほどお話しした通りなんですけれどもね。あったね、うん、なんであったんだろうね。ノリだよね、ノリですね。なんかちょっとだけ余ってるみたいな、うん、そうそうそう、なんか売るほどじゃないけど出てきたみたいな感じ。5枚ぐらい出てきたから、うん、プレゼントしちゃう、うん、もうあげちゃおうかみたいな話になってそう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 、抽選っていう感じでやりましたね。そうそう、このお便り見るまで忘れてましたね。こんなことやったこと記憶を保管していってくれるみんなが、ね、みんなが思い出させてくれる。じゃあ続いてのお便りいきましょうか、いちこさんからのお便りです。ビナリア10周年おめでとうございます。ありがとうございます。質問なのですが、メンバーの皆さんがそれぞれ最初に出会った時の印象と今の印象を教えてくださいという質問が来てます。なるほど。なぎちゃんと私は即売会で、うん、売る人と買う人だったんだけど、うん、まあ、そうじゃなくてビナリア結成した後に初めて4人が揃ったのが、うん、確か M3 だったね。そうそう、まだ産業、あ、じゃあピオ、ピオだよ、ピオ、大田区のピオにピオでやってた時だね、のアラハを出した時の M3 の直前かなんか、わ、違う、それの何であったんだっけ。でも M3 の時だよね。だよね、そこのカフェテリアで、うん、そうそうそう、あのピオのカフェ、うん、ね、うん、でなんか、ね、うん、長尾さんコーヒー、はい、コーヒー、うん、でサイさんがなんかミルクティーとか言って、私もミルクティーとか言って、なぎちゃんがオレンジジュースそう、未だに言われる、衝撃的な可愛い頼みも、うん、頼み物だった。頼み物なんか一瞬空気が変わったあの時なんでだろう、この子って言ったけどみたいな。そうそう、それをね、10年経った今でも言われる。あの時オレンジジュースって言ったよねみたいな、うん、まあ、それがやっぱ第一印象かな、うんうん、そう、じゃあ、なぎちゃんから見て、うん、長尾さんの第一印象って覚えてる？なんかね、その時の長尾さんはもうちょっと真面目に見えたの、うん、なんか今はもう面白いおじさんだから、フリー素材の、フリー素材のおじさんだからキリッとしてたの。昔はすごい大人に見えたんだよね。なんかすごいいろいろ知ってるし、なんか音楽はこういうのやりたいんですみたいな話をしてても、うんうん、あ、じゃあこういうのが面白いかもねみたいな返してくれて、うんうんうん、あ、この人大人やと思ってた思ってたのに、大ちゃん追いついちゃったんだよ。あ、そうか、長尾さんが止まって大人になった。そうそう、俺が成長してた。長尾さんはそこから止まってたあそこで頭打ちだったからね。そう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 、確かに長尾さんの印象はどんどん面白、うんうん、そう、どんどん面白くなってる、ねね、うん、悪くなってるよな、よくなってる、よくなってる、なマインドオープン、うん、マインドオープン、うんうん、そうだよ、だってね、長尾さんと、長尾さんってだって男子一人なのに、うん、このこの雰囲気になるのすごいよね。大変なんだよ。だってね、旅行まで行っても、うん、そうそうそう、長尾さん、あ、なんで違う部屋に寝に行くんですか。それぐらいの、ね、勢いで馴染んでるからね、うん、もうお父さんと三姉妹みたいなね、うん、雰囲気で来てるから、そこがすごいよね、うんうん、ありがとうございます、うん、印象が一番変わった人って誰だろうね。最初に出会った時の印象と、でもそんなにみんな変わってないね、うん、変わんないかな、うんうんうん、そんな感じです、うん、
みんなあまり変わらない。長尾さんが面白くなっただけ、うん、じゃあ次のお便りいきますか。はい、みゆちゅんさんからのお便りです。はい、ミナリアの皆さん、10周年突破おめでとうございます。突然ですが、ミナリアの皆さんに質問です。この10年で克服したことはありますか？またこれから挑戦してみたいことはありますか？ぜひ教えてください、うん、とのことです。みんな、この10年間でこれいけるようになったみたいな、克服、食べれるようになったとか、食べれるようになった、できるようになった、触れるようになった、触れるようになった、何かは分かんないけど、克服したもの、まあでも、うん、人が苦手なのが少しずつ治りつつはある。おー、いいことですね、うん、それはなんか、うん、年齢と人と触れ合うきっかけが、そういう機会をたくさん作ってもらうようになって、だんだん心が開いて、人が怖くないっていう、オープンマイマインド怖くないなんでしょうね、他に国なんか食べ物とか、納豆が食べれるようになったの？納豆は食べられないな、食べられないね。でも私、お豆腐が割と好きになってきたかも、うん、昔あんまり好きじゃなくて、地味お豆腐か、しかも昔も食べれたんだよね、なんかそんな進んでは食べなかった、ね、進んで食べるようになった、食べるようになった。なんかじゃ あれ、玉ねぎは、玉ねぎはね、まだダメなんだよね、なんかね、誕生日の時にさ、もしかしたら一つ年齢を重ねたからできるようになったかもって思ってその一日じゃ何も変わらないよね一回チャレンジをしてみるんだけど、結局おえってなんでお食事中の人すいませんダメでしたね、やっぱり、うん、じゃあ克服したことがある人はいないと、あ、なんかありそうなんだけどね、交渉が大丈夫になったとか、なんだろうな、でもライブで震えが止まるようになった、すごい、ダメだ、最初ちょっと震えるんだけどやっぱり、でも何曲か歌うと止まるようになった、最初はずっと最後までずっと足とかガクガクで、手も、ね、唇も震えるし、マイクがね、こうブレるような手がね、わかるわかる、そう、それはなくなったかもな、それやっぱバカズかな、バカズかもしれないですね、緊張はするけれどもっていう、じゃあ挑戦してみたいことは何かあります、長尾さんとか、ですね、さっきその克服と逆でだんだんその好き嫌いが はっきりしてくるっていうのが逆にあって、それをかえって今度その嫌いだなって明確になったものを今度克服したいなっていうようなチャレンジ感は生まれてきてますよ。これは実際に明確になったからこそ、わあ、俺これ嫌いなままで年重ねていくのもちょっとなって思うものもあるから、そういうのはありますね。なるほど、意外に真面目、ね、真面目だよね、なんかもっとあるのかなと思って、こうやって話してるとちょっとあ、そうだなって思うことがちょっとありますね、みんなそれぞれ多分あるんだけど、そうひどい、今パッと出てこない後で思い出す、次のお便りいきます、はい、のお名前てっちーさんからです。みなりの皆さん、10周年おめでとうございます。10年という月日はあっという間でしたか？これからもずっと応援していますね。皆さんに質問なのですが、過去のビナリア作品で特にお気に入りの曲を教えてください。私はナハトフルーク一番のお気に入りです、いただきました、ありがとうございます。10年はあっという間ですね、本当にあっという間です、特にお気に入りの曲って、これ難しくないですか？そんなことない、難しいですね、なんか気分によって、ね、その日とか、ね、やっぱ、その年とか、浮き沈みでも変わるな、
まあ、でもやっぱ思い入れすごい強いの私はアラハ、うん、やっぱりそうだね、うん、なんか制作に時間かかったかけたうん、すごいじっくりやってたから、うん、1曲に対しての時間が多分一番、うんうん、歴代で長くて、うんうん、でもこの間ソニドをね久々に引っ張り出して聴き直してみたんだけど、うん、全曲よかったあれ私なんかちょっと一番なんかこう、うん、若気の頃だったから、うん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 、もうなんか照れくさくてソニドはしまってたのね。はいはい、わかるよわかる、しまっとこうと思って、うん、でも聞き出したらすごくなぎちゃんの声とかも良くて、うん、よかった、よくてよかった、うん、曲いいねみたいな、うんうん、いいよね、うん、いいよね、自画自賛ピナリア、ソニドよかった、もう手に入らないですけど、そうだね、それ惜しいよね、惜しい、うん、そう、でもすごくやっぱ集大成というかね、うん、いいとこがすごい集まってる、うんうん、一枚ですよ、ビナリアの、うんうん、お二人は蔡先生蔡先生と、はい、久野さんはなんかお気に入り、お気に入り作品、そうですね、うん、やっぱり最初のアラハは特別なんですよね、どうしてもやっぱりこれに関してはね、あとはですね、やっぱちょっとアルミの天気になった、さっきも出ましたけどスマルとか入ってる、うん、デライトフルームスで、やっぱりそのお気に入り、うん、じゃあお気に入りですよねやっぱりね、うんうん、そうですね、結構このディライトフルでポップな面のビナリアがドーンと出てきた、まあ確かに天気という、うん、うん、サイ先生、私は自分のジャケイラストとかでも、あ、うんうん、これあの持ってる人は今見てもらいたいんですけど、うん、結構あれだよね、開けるとブツブツって、うん、あ、そうだね、全然ダメか、すごいんだよ、そうだね、これなんだっけ、ハスコラ、あの、なんだっけ、トライポフォビアとか、ブツブツフォビア系にはつらいなんかこの辺も、ね、うん、ブツブツでね、すごい、ね、歌詞カードも結構ブツブツしてて、結構いい、全員的とか、うん、白いブツブツ、結構ブツブツ好きだから使いがちかもしれない、ここにもね、なんか可愛いもんね、ブツブツって、うん、かわいい、ブツブツ、つぶつぶって言おうか、そうだね、つぶ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 かわいい、つぶつぶはかわいいね、うん、なるほど、うん、みんなソニド結構気に入ってね、うん、じゃあ続いてのお便りいきますか、はい、マサー松田さんからいただきました、ビナリアの皆様こんばんは、こんばんは結成10周年おめでとうございます、お互いのことを知り尽くした4人に質問です、本人は気づいていないだろう他のメンバーの癖や弱点を教えてください、うーん、本人が気づいてない、気づいていない、うん、なんだろうな、気づいてない、気づいていない、くせ、くせ、なぎちゃんは、うん、前は、うん、こう照れると前髪をいじる癖があったんだけど、うん、なくなったのよ、うん、それもきっと成長によるいつの間にか必要なくなったっていうね、ガイナスの方がライナスの方がね、そうそうそう、いらなくなった、もう手放しても大丈夫、うん、生きていけるようになった、そうね、なんか癖あるかな、なんだろうね、口癖とかはあるけど、うん、なん行動はあんまり、弱点とか癖でしょ、うん、弱点のか、なんだろうな、長尾さんは、うん、あの気づいてるもんね、高いところがダメっていう、そうだね、うん、長尾さんは高いところがダメなの、うん、ビナリア
あのピクニックとかでロープウェイとか、うんうん、山に行きがちだから、そうそう、うん、乗るとなんか今ちょっと顔が思い出して顔がね怖いね、うんうん、高いところはそう、生まれたての小鹿のようになってしまうんですね、長尾さん。高いところに行くとね、うんうん、でも弱点っていうか、みんな知ってる長尾さん本人も、うん、気づいてることとか、うん、なんでしょうね。そんなにみんな弱点ないよね、うん、弱点って言うと難しいね、うんうん、気づいてる弱点は全然あるんだけどね、うんうんうん、そうそう、気づいてなさそう、締め切りを、ま、守れないとか、遅刻がデフォルトだとか、すぐ眠くなるとかそう、ね、締め切りがないと本気出せないとかね、うんうん、いろいろあるけど、みんな自覚してるもん ね、 ね、 ね、自覚してますね。自覚しながらも小話してる、ね、ダメな大人の集まりで、ね、うん、弱点だらけですよね。そんなメンバーでお送りしております。はい、はい、じゃあ次のメールいきましょうか、うん、アルレスカさんからのお便りです。10周年おめでとうございます。いつも星を撮りに行くときなど、撮りっていうのはですね、あの撮影の撮りですね、写真の撮影、行くときの後にビナリアの曲を聴いていますが、人里を離れていくほどに静かな夜の空気にビナリアの音が馴染んでいって、星空をより美しくしてくれているように感じております。ビナリアの曲はどことなく北欧のエレクトロニカっぽいなと勝手に感じてたり、またお二方の歌声のハーモニーもとても素敵で、本当に楽しんで歌ってる感じが伝わってきます。なので作曲やレコーディングの様子や小話などがあればぜひ聴いてみたいです。はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね、星を撮りに行くときに聴いてもらう、ね、私たちもよく星を見に行きますからね、うんうんうん、でもあの時の豚汁は美味しかった。美味しかったですね、うん、寒空の下最高だったね、あれは、うん、レコーディングの様子や小話、うん、レコーディングは私たちはね、うん、まあ、特別な楽器を取る時以外は、うん、まあ、お互い自分の家で、そうそう、歌はどっちかが先に取ったのを聞きながら、ね、うん、合わせたりとかではやるけど、基本的に一人、うん、そうだね、うん、小話か、うん、何かあるかね。そうね、一番なんか撮るのが面白かったのは、うん、あのイナリアで、うん、購入したハピドラム、ハピドラム、うん、あの前お話しした月と、月とするの、月とするの月と時間だの時間だのライブであの演奏した、うんうん、なんかなんて言うんですかね、スチールドラムみたいな裏返して、ま、丸く、ね、うん、したような感じの不思議な、ね、パーカッションの一種ですかね、うんうんうん、なんですけど、ドローンみたいな、うん、ちょっとやっぱ民族感ある、ね、うんうん、音がしますよね。あの音源だとなんだっけ、ジオメトリアに使われたのかな、うん、あれに入ってる音ですね。撮るのがなんかなかなか大変だった。あ、なんかマイクのセッティングもちょっとよく分かんなくて、ね、うん、どこから、あ、そう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 、お借りしてだったんですけど、これはどこから拾えば狙えばいいんだ、ね、みたいな感じでね、でもワイワイしながら撮りましたね。うん、普段そうね、作曲、うん、普段だいたいなぎちゃんがやって、そうですね、私が曲を、まあ、みんな今回どういうテーマでいきますかみたいなこと軽く話した上で、うんうん、じゃあちょっと作ってみますって感じで、うんうん、あとはフィルちゃんが詩を先に書いてもらってそれにつける、うんうん、時もあるし、あと長尾さんはなんか寝そうになってるけど寝そうになってるけど、トラックを先に作っても、長尾さん声を出してもいいんですよ、これは大丈夫ですよ、これはうんうんって言ってるけど長尾さんがこう、まあ、BGM というかね、トラックを、うん、音のトラックを作ってくれて、そこに私がメロディー乗せて、うん、で作詞して詞を歌ってっ
感じの作り方だったり、うん、流れはいろいろですけど、うん、基本はみんなそれぞれやったやつをみんなに披露して、うん、これでいいですかって、ってなんかブラッシュアップしてっていう感じかな、うんうん、そんな感じで作ってますかね、うんうんうん、そうそう、意外とレコーディングは孤独にやってますじゃあ次のお便り、はい、いきますか、はい、マドリード在住中国人白夜さん、10周年おめでとうございます。ありがとうございます。素敵な作品をたくさん作ってくださって本当にありがとうございました。ビナリアにまつわるエピソードといえば、僕、ビナリアは僕がスペイン語を学び始めたきっかけであることです。僕が最初にビナリアに出会ったのが高校の頃でした。あの頃まだ歌詞の中でのスペイン語がわからなかったが、なんとなく興味を持つようになりました。第二外国語として学び始めたらますます好きになり、今はなんとスペインに留学して毎日スペイン語で話したり勉強したりしています。すごい。ビナリアは僕にスペイン語との縁を結んでくださったのかもしれません。本当にありがとうございます。そう、実は、うん、スペイン語についてのお便りがもう一個あって、うんうん、ピチョンさんなんですけど、はい、私はアルバあたりからのファンです、私にとってビナリアの曲はスペイン語との出会いでもありました。どうしても歌詞の意味を知りたくて、うん、翻訳機にかけてもしっくりこなくて独学で勉強を始めました。単語を一つずつ辞典で調べ発音の規則を覚えました。その後初級クラスの教室に通ったり検定を受けたり、スペイン人の友達ができたり、すごい、スペイン語圏のいい音楽映画にも出会えました。私の世界を広げてくれたビナリアに感謝しています。嬉しいですね。言語との出会い、うん、ビナリアであったんですよね。まあ、当初ね、なぎちゃんと一緒にやろうっていうきっかけになったのも、うん、そうそう、スペイン語の歌詞、うんうん、私がアルゼンチン出身で、うん、まあ、母国語がスペイン語なのもあって、それでビナリアにはスペイン語いろいろ入れてるんですけど、うん、ビナリアっていうそのユニット名もスペイン語なんですけど、そうなんですよ、うん、なんかさ、そのユニット名がウィキペディア見ると、うん、なんか二進数の意味ですみたいな書いてあるんだけど違うんだよね、うん、連星の方なんだよね。連星、まあ、でも一緒の意味なんだよね、うん、そうそうそう、ね、その2っていう、ね、うん、いつも違うんだよでもね、こういうのはすごく嬉しいです ね何かのきっかけに、うん、それで、だってもうスペイン留学ね、多分私よりスペイン語うまいわ抜かされちゃったからね。いいですよね、こういう音楽でなんか新しい世界が広がっていくのは素敵ですね、うんうんうん、いいな、私もそういうのやりたいやりたいきっとなぎちゃんがきっかけで作曲してみようっていうね、うん、思ってる人とかもいるだろうし、そうですね、そういうきっかけになったら嬉しいですね、うんうん、自分自身もやっぱ音楽聴いてすごい、こんなすごい人がいるんだと思って作り始めたから、うん、ね、うん、じゃあ次のお便りいきますか。はい、かさみさんからのお便りです。ビナリアの皆様10周年おめでとうございます。ありがとうございます。きっかけが何だったのか今となっては思い出せないのですが、おそらく最初からずっと追いかけさせていただいています。プラネタリウムのコンサートがひたすらに幸せだったこと、2回目のプラネタリウムのクイズ大会でアナベルさんとサイさんの年齢を間違えて商品をもらえなかったこと、今でも鮮明に覚えています皆様の作る作品が大好きで、皆様の優しいチームワークが大好きで、この10周年という節目を本当に嬉しく思います。これからもどうぞ少しずつで構いませんので、ビナリアとして活動していただけたら、こんなに幸せなことはありませんとのお便りです、うん、はい、あのグッズも、そうそう、あの増えると嬉しいですっていうお便りでした、うん、T シャツが可愛くて今も愛用してます。あ、嬉しい、うん、グッズね、うん、グッズはね、うん、今日もですね、実はそう、10周年記念グッズをね作ってたんですよ、さっきまでね、木を切って、カンナをかけていやー大変だったね、木の伐採からやるこっちゃ、うん、
育てる10年前に育てた10年前に育てたこんな立派になってフラグが10年持つと思っていた、うん、それは冗談として今日は何をやっていたんですか。今日はですね、その USB メモリー、あれ、あ、そこまでのメモリー、愛のメモリーその話で大丈夫だよ。大丈夫、あ、合ってる、これで合ってる、合ってる。そう、この、10周年記念でね、作ろうって言ったグッズがありまして、うん、木のボックスに木の、はい、木のグッドのあ、そうそう、いい音するんですね、こう、木の音まあ、多分もう皆さん現物を見写真とかこのラジオ聞いてる頃には、ね、見てるかな、写真出てるかもしれないんですけど、うん、それです。うん、そうそう、木のボックスに入った木の、USB メモリーを作ってて、うん、で、そう、焼き印を ね作っちゃったんですよ。私たちが焼き焼きしたんです今日。そう、うん、焼き印は作ってないんですけど、焼き印は作ってないその職人になっちゃったそれもうそっちで食べていこうよ。そうそう、いけるいける工房開こうよ焼き印をね、うん、ちょっと作っていただいて、で、その焼き印で木にこうみんなで反応をして、一つとして同じものがな ないというね、失敗してもそれが味って味って言いながらごまかして押してきたすごくね可愛い仕上がり。そう、すごい可愛いんですよ、やっぱね、うん、こう木に焼きごてっていうこのなんかあったかみみたいのがすごいね、うん、出る、いいですよ、手作り感あふれるね、うん、中身もね今日取ってきた。そうなんです、今日ね、朝昼ぐらいかみんなでね公園に集合して、うん、その中身となる音素材を録音してね、実用的なアイテムなんでね今回。そう、うん、USB 中身入ってるんですけど、これはもう決して良しです、うん、そう、もう中身リサイクルなんで、そうそう、取り出しちゃって、うん、消して自分の好きなものを入れて、そうそう、うん、消して入れて消してリサイクルし続けるという、うん、素晴らしいね。いらなくなったこれも燃やして燃料にしてエコ素晴らしい、素晴らしいアイテムができましたね。ミナリアは木を応援しております。木を応援する。よし、次行くよ、次フローラスパーさんからお便りです。はい、ミナリアのメンバーへ質問なんですけれども、はい、ミナリアでの失敗談があれば、うん、ぜひ聞いてみたいです。そんなの作品を作ってる時でも関係なく、みんなで集まっている時でも何かエピソードがあれば教えてください失敗談はもう数え切れないですよ。まずイベントに必ず誰か一人は、うん、イベント始まる直前に今起きたみたいな、うん、そう、集合時間に起きるパターンある。だいたい一人は、うん、まあだいたい落ちるね、それに、うん、だいたいそうだね、うん、私今最大の思い出したけど、うん、ルエダの時に、うん、会場に CD を持っていくの忘れたみたいな、あった。で、ね、それで、まあ、それ時間バイク便で、そう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 違う、フォルマじゃなかったかな、フォルマだ、フォルマだ、うん、フォルマか、フォルマだ、うん、まあ、どっちか、うん、一番やっちゃいけないですね、うんうんうん、そうなんですよ中身がね、中身が何をしに来たんだイベントだよ、びっくりしたよね。まあ、なんとかことなきを、ことなかったかな、ことはあったことはあったけどまあでも作品をみんなに渡すことはできた、うん、あれは青ざめたな、うん、ね、失敗談じゃないんだけど、うん、ソニードの入稿の時、まあね、切ないことずっともうねこれ一生忘れないんだけど、長尾さんがねマスターを上げてくれて、うん、あ、できた、アルバム完成したって言って、で、じゃあ私柳凪が責任を持ってプレス会社に入稿しに行きますって言ってマスター CD を持って寝ないでね、そう、徹夜で行ったんですよ、うん、そしたらその
プレス会社の人がいないんですよ会社にしたら、まあ、なんか電車が遅れてたのかな、なんか事故かなんか遅れてて来れなくか、うん、でも私は直接連絡先やり取りしてなかったからできなくて、うんうん、ベルちゃんにどうしようどうしようここで待ってていいのかなとか、そうそう電話してたけど30分ぐらい遅れてきたのかな、うん30分、ね、そう待ってるとすごい永遠の、うん、長さに感じたけど、そうそうそう、もうここで冷たい床の上で寝ちゃおうかあったね、あれは不便でした、うん、せっかくのマスターがもしかしてこれで間に合わなかったらどうしよう、ね、何やったのにね、そう悲しかった、ゾクゾクした、あれは一生忘れられないな、うん、イベントではもう数え切れず、そうだね失敗なんてもう山ほどあるね、大小様々だよね失敗っていうかね、なんかみんなで夜その泊まりで行って、うん、お酒飲み始めて、うん、で今日はもう結構みんな朝までコースなのかなみたいな感じの雰囲気になって、うん、でベルちゃんがちょっと布団の具合確かめてくるねって言ってお布団の柄を見に行く、あ柄を見に行ったね柄見に行ってくるねっつって帰ってこなかったそうだね、布団の柄なんで確かめに行ったんだろう、ね、そんな必要ないよね、その時から様子がおかしかったでも他の3人は割と遅くまでなんかね、そうそう、パイ飲みこじくったりしたそうですパイ飲みパカって開けたらスマイルみたいのがいたんでもう何でも面白くなるゾーンが入っちゃって、長尾さんがなんかツイッターに保存みたいな、そうツイッターに保存あったねツイッターに保存するとか、これツイッターに保存しようぜって言って画像アップロードしてツイッターという名のサーバーに、ね、そうしてなんかね、お酒を飲むとそういう、うん、何でも楽しいタイプになるね、うん、だいたいみんな笑い出すとなんかツボにハマって笑ってることにもそうそう連鎖するんだよねまた思い出しちゃってあれは確かに、うん、ゴールデンタイムみたいなのあるよねじゃあ続いての質問いきましょうか、はい、りょうちゃんさんからのメールです、うん、10周年おめでとうございます。4人に質問があります。詩であれ音であれ絵であれ何か思いついてからそれを形にするまでの過程を教えていただきたいです。ラフなものを作ってみてからその完成度を上げていくのか、あるいは最初から本番なのか、うん、また1日くらいでガーッと仕上げてしまうのか、何日も時間をかけてコツコツ作っていくのかという質問なんですけど、うん、これもさっきちょっと答えちゃったんですけど、うん、まちまちですよね。まちまちですね、本当特にねやっぱユニットだから、うんうん、いろんな作り方があって、うん、必ずでもみんなを通んなきゃいけない、うんうん、そうそう、みんなのフィルターを通してから完成するっていうのは変わらない、うん、けども、うん、その最初の過程はそうですね、うんうん、試行錯誤をたくさん重ねるっていうよりは、うん、こういうのできたんだけど、うんうん、じゃあこれ足してみようか、うん、持ってるものをみんなが用意してくれたような感じかな。サイ、うん、先生だと、うん、なんかテーマとか、うん、キーワードみたいなのもらって、うんうん、それでそうして書いたりとか、まちまち、うん、そうだよね、うん、作品に読み切るんだよね、最終的にね、うん、なんかカラーバリエーションとかチェックしてもらったりして、うんうん、いくつか出してもらって、結局結構早めにナギちゃんとかが上げてくれてても、うんうん、最後ガッと仕上げることが多い、ね、どんどん最後の方にガッてやるね、うん、じゃあちょっと似てるんですけど、うん、柳井さんからのお便りで、これまで動物や草花、日用品だとか、あるいは天体、時間感覚など様々なことをモチーフに楽曲を作り出してきましたね。それは具体的な物体であったり、あるいは概念的、抽象的な存在であったりと、音楽を通して幅広く綿密に状況を描いてきたように思います。
そこで作品のテーマになる物事は誰のどんな経験や関心から選んできたのでしょうか。また今後の活動で表現してみたい世界はありますか。なるほど、うん、まあ、でもみんな何が好きかみたいなことは話したりするね、うん、時々そのアルバムを作り始める前に集まって、うんうん、次何のモチーフにしようか、うん、しようかって言って、うん、ね、それでまあみんな実際に山行ったりとか、うん、ね、なんかしたりとかしてその時あれ良かったよねみたいな話とかもあるし、うん、いろいろですね。なんか個人的にも興味があるこれとかどうって提案する時もあるし、うんうんうん、同じものを例えばなんだろう星っていうものをテーマにしても、うん、なんか出してくるものが結構違って、そうだね、うんうん、みんなのそれぞれの思う星があるから、うん、そう星だからって天体ってこともなく、うん、例えばコンペイトーだったりとか、うん、なんかね、そうだよね、うん、そうだね、そこから結構細かく分類されてね一曲になっていくって感じですかね、うん、行ってみたいことね、うん、今までやっぱ別々にそう歌とか撮ってきてるから、うんうん、そのなんか1週間とか1ヶ月でもなんか長い期間みんなで同じところでなんか寝泊まりして、うんうんうん、それが、ね、その間になんかどんなものができるかみたいなのをやってみたい、やりたい、うん、合宿はいいですね、ね、うん、やろう合宿、やろうやろう、よしやろう、そうそう、将来的には村作りたいもんね、なんかビナリアビレッジもうすぐいろいろやり取りできるよ ね、友達みんな住んでて、そう共同の畑とかあってね、うん、飲み屋やりたいです、アナベルママの俺らじゃ畑だな、そうですね、サイ先生にはキノコを栽培してもらう、うん、そうね、もうちょっと生活っぽいものをやってみたいかも、うん、生活っぽい、うん、幻想的であったり、そうだね、そういうファンタジックな方に行きがちだから、うんうんうん、そうだね、音的にもね、うん、ちょっと生活っぽいのやってみたいな、うんうん、普通のことを歌う、うん、確かにね、それまでやったこと、うん、やりそうでやってなかったかもしれない、うんうん、いいねいいね、うん、やりたいやりたいやりたい、うん、はい、じゃあ次、うん、桜ひなさんからいただきました、うん、早速ですがビナリアの広報ツイッターを見て気がついたことがあります。それは毎月10日の夜10時に特設サイトを更新しているのではということです、うん、こっそり10周年とかけてるのかもと思い、遊び心たっぷりなビナリアにとてもワクワクしました。これからもそんなビナリアの活動を楽しみにしています。今度の M3 でもスペースにお邪魔させていただきます。ありがとうございます。気がつかれちゃいましたか。いた方がいた、よかった。ねえ、そうそう、そうなんですよ、実は。去年の12月10日から実は始まっていたんですけど。うん、ねえ、皆さん気づいてるかもしれないけど、資格がいっぱい ね、並んでるの。特設サイトね。これ全部埋まるのかと。埋まらないのかな。なんかどっかとりあえず置いてみただけかな。すでにちょっと先行き不安ですけど、ね、でも大丈夫大丈夫、うん、ちゃんと考えてますから。そうなのよ、一応計画してますから、ね、今回のビナリアはちょっと違いますよ、ね、10周年のビナリアは、10周年のビナリアはちょっとやばいよ、ね、やばいですよ、燃えたぎってますから、ね、あー、うん、あーあー本当にね、そうそうそう、なんでね、うん、楽しんでもらえるでしょう、そうそう、今後の更新をね、うん、10日にぜひ注目していただいて楽しみにしていてください、うん、ということで最後のお便りでございます。はい、お名前がミサさん、10周年ということでお聞きしたいんですけれども、20周年目のビナリアはどのようになっていると思いますか。今後も応援しています。ありがとうございます。まだ10周年終わってないけれども20周年を考えますか、うん、ね、20年後ってまず何をしてるんだ。ね、ミナリアビレッジ完成してるから。、うん、長尾さんが、うん、多分選挙で
そうだね、村長になって村長か、村の機械ぐらいになっときたいよね。音楽はね、やってもう何かしらの形では絶対にやってるでしょうね。その販売形態とかは分からないけど、そうだね、もう CD とかない可能性が、ないかもなくなっちゃってるかもしれない。そろそろないもん ね。うん、そうそう、どういう形態か分かんないけど、ミナリアで音楽活動は絶対にやってるでしょうね、でもかなり SF でしょ、もう10年後って。そうだね。でもなんかテレビとかさ、ホログラムでしょきっと、立体だから私たちの立体がこうみんなの家に行ってライブやるとかなんじゃないの。でももう現実的だと思う、ね、この前テレビでその、やってた、その父と娘が離れてるのをホログラムで保管して、実際にいるように見せるっていうのを、まだ全然家庭用の値段レベルじゃないけどもうできてるから、じゃあもう皆さんのお宅に私たちが行ってライブをやってる可能性は、可能性はある、あるね、全然ある。そうよ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 あるわよ。なんかでも本当そういうことになってたいな。ねえ、ねえ、SF していたい。ねえ、なんか新しい形の音楽についていきたい。やってたいね。2016年の、あ、26年か。いやー、今2006年かと思ってた。兄ちゃんも、オリンピック終わってる。終わってる。震えてる。てるみんな健康かな。それよ。20年。ちょっとはもう危ういから。健康でいいよ。みんなで人間ドック一回行かんとね。数値で戦おう。そう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 、より健康な数値。それで戦えばどんどん健康になっていくから。なってくよ。競い合ってね。競い合って来てこう。血液サラサラどうです。そうそうそう。そうしよう。ね、20周年目も。30周年目も。30周年目も。40周年目も。30周年目も。どうぞ。いなくなっている人。先に。いなくなっているか。嫌だな、なんか一人減り、二人減りみたいな。追加メンバー、あ、そうそう、募集者さんの時は、そうだね、その時は募集しましょう、若返りをね、そうだね、どんどんもうそのうち知ってる人が最初、初期メンバーがいなくなるっていう現象になるんだよね、これは。そんな感じで、20周年も20周年目指して、共に頑張りましょう、マイペースにやっていきましょう、はい、まとまりましたか、これまとまりましたよ、完璧ですよ、完璧。なんか最後に長尾さん、そうだね、主催さん、一言聞いてくださってる方にメッセージを、そうですね、まず本当に10周年迎えられたのが皆さんのおかげなので、改めてありがとうございますっていう感じですね、本当それに尽きるかな。あとは次の10年は健康に類して、なるべく今と変わらないビナリアでいたいなと、思ってます、どうぞこれからもよろしくお願いします。そんな感じですね、はい、では斉さん、斉先生、はい、な感じになっちゃうんですけど、はい、はい、ここで大発表があるんですけど、斉先生の、斉先生の仮面を剥がす時がバリ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 、青柳先生、先生と斉先生の別名だったんですね。あらー、はじめまして。青柳先生にお越しいただいて、今日は青柳先生にもお越しいただきました。青柳先生はね、すごく素敵な漫画を描いていらっしゃる漫画家の先生なので、ミナリアのファンの皆様はぜひ読むべし、読むべし、読むべし。絵を描いてるのは、デザインの名前と漫画家の名前と別にしてたんですよ、していたわけではございません。ね、まあ、でもみんなもすごい忙しくなったりして、なかなか前よりコンスタ
担当には作れてないんですけど、これからも多分ずっと続いていくだろうと思うので、ね、てか続けていきたいと思っているので、イタリアをどうぞよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、イタリアの、はい、サイさんこと青柳先生と面白いおじさん長尾よし面白いおじさんこと長尾長尾こと吉久さんさんでし た, でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでね、はい、2人に戻って初心に戻りました。初心に戻りましょう。まあね、さっき2人がもう締めてくれた、うん、通りなんですけれどもね、まあみんなそう、あの青柳先生の活動がね、うん、すごい忙しかったりとかもあるし、うん、長尾さんもね私生活ぼやっとしてるけどざっくりしてるけどざっくりしてるし、ね、忙しかったりとかもあるし、ね、お互いソロ活動が、うん、ソロ活動もあってっていうのでね、なかなかその作品をねコンスタントに出すっていうのは難しいこともあるんですけれども、うんうん、まあ、今回その10周年っていういいきっかけがあってね、うんうん、なんか、まあ、お祭りだみたいな感じで ね結構、うん、いろんなことが動き出しておりますよね。実際形になり出しているので今年1年間と言わず、うん、その後もね、そうですね、ずっとついてきていただけると嬉しいです。嬉しいです。どんな感じでしょうか。そんな感じですかね、うんうん、じゃあ皆さんこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ビナリア点数アニバーサリーラジオでしたみんなバイ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 しまらない